果たしてゴースト復活の予告なのでしょうか。ということで、画面の前の皆さん、こんにちは、コデスナです。まあ今回はね、もう結構前から噂になっているシーズン2についてのね、ちょっと情報をね、改めて整理してお話ししていこうかなというふうに思います。まあ現段階で登場するであろうというのがほぼ確定というか、まあ海外の噂でね、まあかなりシーズン2で出てくるのが濃厚なんじゃないかと言われているコンテンツというか、まあ新マップだったり新武器、あるいは新キャラクターについてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。まずはまあ冒頭に動画を貼ったと思うんですけども、ゴーストさんですね。まあモダンフェアシリーズでまあかなり重要なキャラクターの一人でもあった、コールオブデューティーモダンフェア2で死んじゃったキャラクターだったかな、確か。確かあの MW2 でなんか上司だっけ、あの人にさ、マグナムでぶち殺されちゃった人で、最後燃やされちゃった人なんだけど、まあそのキャラクターがまあ今作 MW、 まあリブートですから MW シリーズのに帰ってくるんじゃないかというのがかなり噂されていますし、まあこれはねめちゃめちゃ濃厚なんじゃないかなと、濃厚というかほぼ確定なんじゃないかなというふうにも言われています。っていうのもまあ冒頭で あれはね、なんだっけ、農場のマップ、クソ広マップあるじゃない、あそこのテレビとかをねじっと見てると、まあそのゴースト、まあドクロですね、要はドクロがまあ映っていたりだとか、あとはまあ今この背景の試合にも流れてますけども、ロンドンを舞台としたピカデリの、まあ、液晶モニターにも、ドクロマーク、まあ、ゴーストの象徴でもあるドクロマークっていうのが映る仕様になってます。ちなみにこれちょっと話それるんだけどさ、液晶モニターはさ、銃で破壊するとさ、なんかストロボライトもびっくりぐらいのさ、眩しいライト点灯するの、あれ地味にクソ邪魔だよね。わかるかな、うわ眩しいって思った人俺以外にも絶対いると思うんだけど、そもそもみんなピカデリやってない。俺は結構ピカデリ普通にやるからさ、うわ眩しい邪魔ってめっちゃ思うんだけど。みんなはどうかな。まあ実際人間ってね、強い光を当てられると本当に周りのものが見えなくなってしまうっていうか、視界がかなり遮られるんで、まあそういうところがね、リアルにこだわってるんだなと改めて思うんですけども、まあやっぱこういうところはなんかこうね、まあいいところではあるんだけども、まあこだわってるところがやっぱそういうところなんだなっていうのを改めてなんかね、こう実感しますよね。そうで、まあちょっと話はね、それちゃったんだけども、まあそのキャラクターゴーストが、まあ MW リブートとして、まあ次回、シーズン2でキャラクターとして復活するんじゃないかというか、まあそのゴーストがまあモチーフになったシーズン2、まあシーズン2のなんて言うんだろうな、メインキャラクターになるんじゃないかみたいな話は、まあかなり噂されていますね。まあもちろん俺もね、別に確定情報ではないと思うんだけど、これだけそのドクロマークっていうのをまあ意識させてる、あのリスナーというかプレイヤー側に意識させてるってことは、まあ何かしら、そういったドクロのキャラクターが出てくるのはほぼ間違いないんだろうなとは思いますし、まあドクロのキャラクターで MW といえば、まあそういったゴーストの復活っていうのも十分にあり得るんじゃないかなとは思います。ただまあ今作 MW におけるキャラクターの立ち位置っていうのは BO4 の頃と違って、こうスペシャリストアビリティとかがあるわけではなく、あくまで見た目の変更という形にはなるので、まあ見た目こだわりたいというか、当然かっこいいキャラクターなんで使いたいなという思うプレイヤーも多いとは思うんですけども、やっぱその辺はね、まあ俺はアビリティがあった方が良かったなと改めて思いますね。まあもちろん今作にもね、背後から格殺、格闘キルで格殺入れると、こうなんだろう、キャラクターのその固有モーションというかさ、こう自分で選んだとどめの一撃モーションで、まあキャラクターの姿っていうのは見ることができるから、まあいいっちゃいいんだけども、やっぱどうしても FPS ってね、基本的にその自分のキャラクターの姿が見られるわけではないので、まあちょっとその辺はね、もうちょっと工夫が欲しかったかなとは、まあ何度も言ってるんですけど、ちょっと思っちゃいますよね。せっかくこうやっていいキャラクターがね、まあ MW シリーズにはいて、そのキャラクター復活してくれるっていうのであれば、まあやっぱり眺められるような、まあ、モーションであったりだとか、そういったシステムっていうのはちょっと欲しかったかなというふうに思いますね。そして次に新マップですね。まあ登場が一番濃厚という感じで言われているのが、まあ結構もうすでにね、そのまあバトロワがね出るっていう話なんですか。でバトロワのマップって、まあそのスペシャルオプスの方でかなり見つかってるんですよね。まあバトロワのマップっていうか、その過去作をリメイクされている、まあ、ステージというか、過去作にあったマップを、のマップの雰囲気がそのまま入ってるというか、そのままもう反映されているマップっていうのがスペシャルオプスではもうかなり見つかってるんですよ。スペシャルオプスっていうとおかしいのか、コープモードか、まあ、俺はコープモードをプレイしてないんで、正直自分の目で見たわけではないんですけれども、もう海外のね、まあ、プレイしてるユーザーが、まあ、MW2 の頃の、まあスクラップヤードだっけ、あのマップにかなり似た部分、似た地形を見つけたりだとか、まあ、MW2 しかり、コールオブデューティ4しかり、当時の、まあ、マップが再現されている場所っていうのがもうかなり見つかってるらしいです。なんで、まあ、それはね、まあ、
おそらくバトラーの方で追加されるんじゃないかなという話にはなってますよね。ブラックオプス4の頃にさ、あと、まあ、ブラックアウトっていうバトラーモードがあって、で、まあ、ブラックアウトの方でもさ、ファイアリングレンジが再現されていたりだとかさ、あとゾンビモードの頃にあったマップが再現されてたりだとかさ、まあ、マップの中に、こう、過去作のマップの一部分であったりだとか、あるいは全体がリメイクされてるっていうのが、まあ、ブラックアウトではあった形だけども、おそらく MW で用意されている、まあ、バトラーモードにも、そういった形のマップが実装されるんじゃないかなという話になってますし、まあ、これに関してはね、まあ、僕ももう前回というか、まあ、かなり前にはなるけども、バトラーモードの、もう、待ち系というか、マップが、まあ、見つかりましたよという、まあ、動画の方で説明をしていると思います。なので、まあ、そういったバトラーの方の話は、まあ、とりあえず置いておいて、6対6のマップですよね。まあ、これはかなり、もう海外の運営の方でも、今、6対6のマップっていうのを急いでね、まあ、たくさん作っているようで、現状、例えば今僕がこうやって背景に流しているハードポイントなんかも、未だに10対10のマップが、バチバチにマッチングしますよね。10対10のマップで6対6のハードポイントっていうのを今でもまあ普通にやらされているのがモダンオフェアの現状なので、早いとこやっぱ6対6のマップはもうちょっと増やしてほしいかなと思いますし、運営に関してもね、今のところその6対6のマップっていうのを急ピッチで仕上げているらしいです。でその中で噂されているのがビレッジだったかな、 MW3 だったかな、ちょっともう俺も前の記憶すぎて覚えてないんだけども、まあとにかくこれも過去作のマップと、あとまあラストだっけ、まあこれに関してはIW でもリメイクされてたよね、確か。正方形の形をした比較的狭い、インファイトが起こるマップになってますね。真ん中にこう高い鉄塔みたいなのがそびえ立ってる。こう僕の中では、まあ、2010年のワールドカップを、まあ、そのマップでね、カスタムゲームでみんなでこうボイスチャットを繋ぎながら、まあ、ワールドカップを見たっていう記憶があるんで、まあそう考えるともう、今2020年なんでガチで10年前。やばいね、時の流れが恐ろしすぎて怖くなるんだけど、まあそう10年前、MW2 のリメイクマップ、 MW2 のリメイクマップっていうか COD4 にもあったのかな、まあちょっとその辺は僕も MW2 からコールオブデューティーを始めたんで分かんないんだけども、まあ6対6っていうところではその2つのマップがかなり今有力候補として、海外のそのリーク情報の方では上がってるらしいですね。まあ結構もうこの辺はね、過去作のマップのリメイクの噂っていうのはめちゃめちゃ出てて、で実際問題もうそのマップの名前とかもその PC 版の人がね、まあ恒例のファイルリークみたいな形で結構名前はね、過去作のマップの名前は上がってるんですけども、まあ6対6で出る確率が高いかと言われれば、どちらかというとやっぱブラックアウトというかそのバトラーモードで、まあ、マップの一部分として実装される確率っていうのも多いんじゃないかというふうに話されています。まあ6対6のマップがとりあえずは増えてほしいですよね。やっぱりまあ僕自身もね、もうここ最近 MW をプレイしていても思うんですけども、やっぱりマップのリアリティっていうのかなというか、まあ作り込みって言った方が正しいかに関しては、モダンオフェア本当にものすごいゲームだと思います。これは素直にこうマップの細かい部分のこだわりっていうのかな、そういったところは本当に今過去作を比べた中でも一番、高いクオリティだとは思うので、そういう画質っていう面でもね、なのでだからこそね、そういった、まあ、この作品の長所を生かすためにもバシバシと新マップは個人的にはもっと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 早いペースで追加してほしいかなというふうに思いますし、そうすれば別に正直プレイヤーからすればね、たとえ新武器だったりの追加がなくても新しいマップが追加されるだけで、まあ、飽きは来ないんじゃないかなと思いますね。もちろんその楽しいマップ、つまらないマップっていうのは分かれてくる、意見は分かれてくるとは思いますけども、少なくともこう過去作の6対6のマップをリメイクしてるだけでも僕みたいな古参勢も楽しめますし、新規の方も当然まあ今のこのクオリティ、この画質のクオリティで再現されるわけなんで、楽しんでもらえるんじゃないかなとは思います。まあ何度も言ってる通りというか、このゲームが発売された当初から僕は言ってますけども、おそらくインフィニティワード、まあ運営側がね、思った以上にまあコンテンツをね、こう実装できてないというのが今現状だと思うんですよ。 MW はこうバグの摘出だったりっていうのがうまくいってなくて、こう思った以上にコンテンツの実装が遅れてるのが現状かなとは思うので、まあその辺は待つしかないのかなと思いますね。結局たまごっちもシーズン1のね、ムービーに登場していたにもかかわらず、もうシーズン1終わっちゃいますけどみたいな感じだしね。でまあ最後に新武器ですね、まあベクターですね。これに関しては前々からというか、まあもうシーズン1が始まる前からなんなら、まあジャンヌさんとかが動画にして噂になっていました。ジョーカーさんも動画にしてたかな確か。これに関してもゲーム内で登場している、まあ、画像とかがもうリークされていたりするんで、シーズン2で、来るので確定なんじゃないかなとは思います。まあ、今作はね、そのまあなんだろう、マップの長さがピンキリじゃないですか。本当にめちゃめちゃ狭いマップもあれば、もうグランドウォーとかで超長距離戦みたいなマップもあったりして、結局、まあ、それが僕は今作のその武器バランス
の調整が難しい原因の一つだとは思ってるんですよ。なのでまあせっかくだったらもう過去作の MW シリーズに登場した武器ね、ガンガンそんななんか武器バランスとか細かいことをもう考えずにもうバンバン追加してほしいなって個人的には思いますよね。まあ MW2 の頃僕 ICR じゃねえな、 ACR か、 ACR だっけをめちゃめちゃ愛用してたんで、ああいったアサルトライフルも追加してほしいなとは思いますし、まあもちろんその今作の最大の特徴の一つでもあるアタッチメントでね、こういろんな武器を再現するみたいなのもあるんですけども、まあ例えば新しく追加されたあの新武器ホルガーだっけ、あれをなんかこうアタッチメントで G36 に変えれますみたいな、まあそういうのももちろんいいとは思うんですけども、アタッチメントで変えるって言ってもまあどうしてもねやっぱ性能にこだわりたいプレイヤーも当然多いと思うんですよ。まあ僕がその今使ってる M4 を見ても分かる通り、そう固くなにねこう見た目がなんだろう M16 によらない M4 を固くなにこう使い続けてるように、こうプロ仕様のね M4 のカスタムじゃなくて、このまあ俺が見た目かっこいいと思ってるこのバレルを使ってるように見た目にこだわりたいっていうプレイヤー当然多いと思うんで、でしかもその見た目がねせっかくこうやってかっこいい作品なんで、こうアタッチメントで再現できるよというのもまあ言っちゃいいんですけど、新武器のねまあもう完全に新しい武器としてどんどん新しい新武器枠っていうのを追加してもらえたらなと、まあ、個人的には思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ現状で MW のシーズン2に向けてね、まあほぼ確定なんじゃないかと噂されている情報はこんな感じですかね。まああと1週間でシーズン1が終わって、でまあそのすぐシーズン1終わってすぐシーズン2に入るんじゃないかなと思うんでね、おそらくその間の空間とかはなしで、あったらちょっと嫌なんだけど普通にだと思うので、まあ今のうちにね、まあもしティア進めてないという方は、なんか最近新しくまたティア進める、まあ課金のバンドルが出てたりもしてたんで、もう今のうちにシーズン1のティアはね最後まで進めておいた方がいいんじゃないかなとは思います。そしてまあ MW という作品についてはね、やっぱりもうなんか俺もねもう結構ちゃんとやり込んでるんですよ正直。ちゃんとやり込んでてもやっぱ思うのが、まあ楽しむところの視点の違いなのかなっていう風には思うので、もちろん公開マッチやっててね、特にハードポイントとかはとんでもない試合内容というかになることも結構多いんですけど、まあそれとは違うところでね、まあそれこそさっき言った新マップの追加だったりとかで、まあ楽しめるところっていうのはかなりあると思うので、ぜひぜひそういった長所を生かす、まあアップデートをね今後していただけたらなというふうに思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。とにかく個人的には6対6の新マップで、どんどん新しいマップでのハードポイントがやりたいですねということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。コレツナーでした。お疲れ様です。おーつーぽん。敵さんに戦車出されちゃったな、ちょっと良くないね。とりあえず踏んでるやつだけ殺そう、それでいいと思うわ。でさよならして、とりあえず逃げます。危ねえ、なんで勝てたの今の。奇跡、普通に。